つを見て分かった、こいつで塀の下にトンネルを掘るとか、お気に入りだ。アンディの毎日はそのこれからなれる。子供の頃自動車を今日の晩御飯はカレーです。いただきます。牛乳とリンゴジュースでいただきます。よくわかんないんだけど、ちょっと触られたショックによる、なんか違和感が。触ってないよ。触りそうだったという話で。いただきます。いただきます。ありがとうね、頑張って。